土台にお花紙を使ってふっくらとしたアジサイを作ってみました。まず葉っぱの作り方です。緑色の画用紙を折って葉っぱの半分の形を描きます。これをギザギザに切っていき、葉っぱの先の方から折っていきます。平行に折った時に棒のようになるように折ります。こうすると葉脈のある葉っぱができます。先から棒状になるように折って広げます。花びらは色画用紙を一辺 3.5 センチぐらいの正方形に切って作ります。1枚だけ折り目をつけたら重ねて折り目の部分をホッチキスで留めます。重ねたまま折り目の部分を V 字型に切り取っていきます。最後にホッチキスで留めた部分を切り取ります。こうすると切り取るときに紙がずれません。重ねたまま花びらを半分に折っていきます。ぎゅっと折り癖をつけて、これをバラバラにすると小さい花の形が出来上がりました。たくさん作るときには8枚ぐらい重ねてホッチキスで留めずにどんどん切っていきましょう。花の真ん中はペイントマーカーで描きました。こうすると黄色い紙を貼るよりも作業がぐんと早くできます。一つの花を作るにはこの小さな花が15、6枚。大きさを決めたら台紙を作ります。台紙はボール紙か薄めの段ボールを使ってください。花よりもほんの少し小さめに切ります。そうしたらお花紙を3枚くしゃくしゃにします。台紙に糊をつけてくしゃくしゃにしたお花紙をその中に収まるように貼っていきます。下に1枚お花紙を敷いて、その上に先ほどの土台をひっくり返しておき、糊をつけて包んでいきます。これで土台の出来上がりです。少々いびつになっていても大丈夫です。この土台に小さい花を貼っていきます。小さい花は裏返しにして置いておくと作業が効率よくできます。水のりで周りから貼っていきます。土台が見えないように花と花が重なるように貼っていきましょう。
周りが貼れたら真ん中の方を貼ります。これでふっくらとした花が出来上がりました。先ほど作っておいた葉っぱを貼っていきます。葉の根元の部分に糊をつけたら、バランスを見ながら花の下に差し込んでいきます。これで出来上がりです。土台ありのものとなしのものを比べてみましょう。左のなしのものはぺったんこですが、右の土台にお花紙を使ったものはふっくらと出来上がりました。青だけでなく水色やピンク、紫などいろいろな色画用紙で作ってみてください。